続きまして、ラジオネーム、ことなゆうきさんからいただきました。みーたん、こんにちは、まお。まお。虹が崎き、え、6ライブ、愛知公演、2日目に現地参加しました。まだ神奈川公演を控えているので、あまりネタバレはしませんが、一つだけどうしても気になることがあるので、質問します。それは、とあるアンコール曲のトロッコにて、チェミーとチュンヌンにキスをしたのはなぜでしょうかこれ、ちょっと書き方が違う。<え>ほっぺに注意しただけだから。<laughs> この書き方 ちょっとまるで私口にしたみたいな書いてあるけどシュ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 ,シュ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 ほっぺにしたんです<え>どうしても気になりこのままだと年を越せませんあーじゃあもうこの人はま2024年の空間にいない取り残されてるまだ去年に取り残されてるミエタンキスをした時の心境とライブ後の周りの反応を教えていただけると嬉しいです b ス愛知公演本当にお疲れ様でした神奈川公演は両日現地参加するので今から楽しみです そうとあるトロッコ曲ででもなんかそう言われるんだけどでも私アイリスではそういう子だけど作品ライブだと全然違うえブプリティでも一回ミレーにしたことあるよあそうでしたっけあそうなんかこれよく言われるんですけど特に多分虹をよく見てアイリス見てみたいな人も多いからよく言われるんだけど私作品なん,なんていうのかなアイリスは自分のライブじゃん。 キャラに背負ってたあそうキャラクターとかメンバーとか背負うとその子の心情になるか別にその子は私みたいな性格ではないじゃんっていうのも結構相まってだからそうアイリッシュではあんなことしないのにだけどいやプリティーシリーズのライブでアイリッシュちゃんにはそういうこと全然するタイプだから私 <laughs> <laughs> あ距離近いし多分でもなんか思ったら私多分人にとの距離近いと思うなんか心を許した人間との距離が近すぎるみたいな、うん、あるけどじゃあこれちゃんと理由があるの <laughs> ちゃんと理由があって。 これ2日目でそういうことがあったんですけれども、1日目のトロッコで、チェミーになんかほっぺんにされるみたいな、なんか、そういうなんか、アクションがあったのね。だから私は2日目絶対やろうって思って、その、チェミーにしたら、それをまんまと同じトロッコに乗っていた差し出に見られてて、私はみたいななんか顔されて、へえーってなっちゃって、やる予定じゃなかったから、へえーってなっちゃって、 ずもう君たちのせいでもあるんだからねなんか周り見てた人も「なんか、えしないの?」みたいななんか、で、一緒になってたチェミーも「えしてあげない?」みたいなでめちゃめちゃその会場のモニターにドアップで抜かれてもう,もう逃げ道がなかったのもう,もう本当にそんな恒例はなかったけどでもなんかその圧をすごい感じてまあでもここで逃げたらセクシー系スクールアイドルの流し伝ると思って。<laughs> やったっていうそうち,ちゃんと流れがあったんですよ突然しないしない <laughs> まあでもそういう流れわかんなかったりとかまあ、トロッコもいろんな人に乗ってるトルコがあるから私たちだけは見てなかったら何突然ってなると思うけどそういう流れがあったんですよそれを知っていただけたら多分なんかああそうだったなって思っていただけると思いますということで